県秋田市の古着屋ヴィンテージショップに行ってきました。だいたい20店舗ぐらい、紹介をします。秋田駅があります。秋田市ですね、県内で、一番人口が多くて官庁街繁華街もある、まあ結構栄えてる街だと思います。で、駅の近くにいくつかと車ですぐ回れる範囲に数箇所ありました。全部行こうと思うと車がないとちょっと厳しいですね。駅近くのものであれば徒歩圏内もありつつ、ちょっと1キロ以上離れてるところもあります。秋田駅の観光案内所で、日中だけなんですけれども、自転車が無料で借りれるので、それを使えば、離れてるところでもパッと行けるかなと思います。秋田駅近くと、郊外に分けて紹介をします。まず秋田駅の近くですね、フォンテ秋田という商業施設に入ってるオールライトさんです。コスパのいいレギュラー古着を扱っているお店でした。フォンテ秋田の2階です。主にアメリカ古着の、レギュラーで、現行の古着が多かったんですけども、結構掘りがいがあって、80、90年代あたりのアメリカ製のスウェット、ナイロンジャケット、リーバイス、スタプレとか結構良かったですね。その辺が揃う、非常にいいお店でした。レディースも充実してます。次が、グリーンライフ秋田駅前店です。ここ最初私全然見つけられなかったんですけど、秋田駅西口のオーパーの向かいにある緑色のビルの1階の奥にありました。よく見るとカレンダーが貼ってあって、奥に行くと、入り口を見つけることができました。なんか香港の雑居ビルみたいな感じのちょっと入り組んだ構造で、個人的にテンション上がりました。レディース多めの、リサイクル古着で、もう200円って書いてありますが、かなり安いお店でした。バップ秋田オーパ店さんは、秋田オーパ1階の奥にある古着屋さんです。駅近で行きやすいですね。主にレギュラー古着で、アメリカの90年代前後のユニセックスの古着が多いです。丁寧にハンドピックされて、状態の良い古着屋が多く、価格帯は5000円から8000円ぐらいのあたりの古着屋さんでした。にはサンキューマートがあります。サンキューマートの名前のごとく390円で、古着が売ってます。一部なんですけども、だいたい2000年以降のアジア産のリサイクル古着ですが、多分アメリカのベール解体して販売しているので、掘ってると結構いい T シャツとかは見つけることができました。で、次が、アンディ&キャロラインです。リメイク古着とかが素敵なお店でした。不定営業で主に週末に開いているようなんですけど、雨の時とかは営業時間変則的なようなので、行く前に必ずインスタグラムを確認されるのがいいと思います。駅からも歩いて数分ですね。で、隣のホテルの駐車場も利用をさせていただくことができるようです。で、 Google マップで調べるとここにたどり着きます。飲食店の横ですね。多分昔の店舗、今の事務所っぽいんですけど、現在は一本隣の道のこのミリオンテーラーって書かれている雑居ビルで営業をされてます。といってもここからここまで歩いて1分ぐらいなのですぐ分かります。で、主にユニセックスの、メンズのレギュラー古着が多かったですね。90年代、2000年代あたりのアメリカの古着、あたりが多いです。結構リメイクが面白くって、刺繍が入ってたりとか、ジャケットがこうアシンメトリー、半分半分になったりとか、そういったリメイク品が見ていて面白かったです。中には 90s ぐらいのアメリカ製も見つかるようなお店でした。非常にバランスが良かった、いい古着屋さんだと思います。オーナーさんの趣味なのか、アニメ系の、ものが貼ってあって、軽音の筆ペンボールペンが大音量で流れていたのが、私はテンションが上がりました。すぐ近くにパリの飲みの市 in 秋田というアンティークショップさんがあります。店舗が2階ですね。主にアンティークなので雑貨を販売しております。古着は、一部レディースメインですかね、扱われてました。で、さらに駅から離れるんですが、ファンシーボークさんという古着屋さんがあります。秋田市ではトップクラスのヴィンテージが揃うお店だと思います。丁寧なお店なので、訪問前にはインスタグラム等を確認いただくのがいいかと思います。ビルの1階ですね。主にアメリカ古着で、貴重なヴィンテージもありますので、丁寧に見させてもらいつつ、非常に楽しめた古着屋さんでした。レディースキッズの扱いも多かったです。
ガレージ、お店の前にハーレーが並んでて、すごいかっこいい外観でした。日本の店舗なのかなっていうぐらい雰囲気のある、セレクトショップさんで、主にアメリカの、アメカジミリタリーワークあたりの、現行ブランド品が販売されてるセレクトショップさんです。秋田でも有名な古着屋さんの一つがギャランドゥさんですね。駅からちょっと離れているので自転車か車がいいと思います。駐車場はないです。メンズのレギュラーからヴィンテージまで扱っていて、主にアメリカ古着が多いんですが、一部ユーロも扱ってます。特にデニムミリタリーが特徴で、各アイテムの在庫数とか、バランスが非常に良かったです。価格帯は5000円から、1万5000円あたりが多いです。で、スペシャルヴィンテージは、数万円以上するお店でした。非常に、アイテムごとの在庫数だったりとか、あとジャンル、あのミリタリーしかないとか、そういった偏りもなく非常に見ていて面白い古着屋さんでした。ウーバーグループさん、ネット調べてると出てきたんですけど、多分閉店をしてるのかなと思います。秋田の以前のニュースサイトとかで、ウーバーカフェバモスっていう古着屋さんを、多分ここで住所合ってたので営業されてたと思うんですが、おそらく現在閉店しているようです。で、こっからは郊外の古着屋、ヴィンテージショップの紹介です。秋田市結構広くって、もうとにかく車がないと全然どこにも行けないっていうような感じでした。駅周辺であれば、自転車さえあればなんとかなるんですけど、私も自転車借りてブラウブリッツ秋田のサッカーの試合見に行ったりとか、そういった動き方はできたものの、ちょっと郊外に行くってなると車が必要です。郊外結構セカンドストリートが、何店舗もあったので、古着目当てで回るのは面白いエリアではありますね。まず、一番北にあるマンサイド秋田店です。漫画倉庫とかぐるぐる大帝国のような郊外によくある、総合リサイクルのなんかエンターテインメント施設みたいなものですね。秋田港の近くです。駐車場あります。ここ行った時は秋田の名物のアイス売りババヘラさんが営業されてました。私行くまで知らなかったんですけど、おばあさんがヘラでアイスをすくってくれる、なんか秋田とか東北ではよく見るらしいんですけど、沖縄にもあった気がするんですが、駐車場にいらっしゃいました。ここは、巨大なお店なので、まあ、大体何でも売ってます。古着コーナー広いです。ストリートとかアルティザン系が多い、まあ、こう一般の方にも、人気の、通常のブランド、古着が多かった印象ですね。結構レディースもありつつなんですけど、メンズの方が多かったかなと思います。靴も結構たくさんありますね。ほぼ現行のブランド系かなと思って見てたんですけど、意外と惚れて、80年代のアメリカの T シャツとかが混ざってたりとか、そういった、掘り替えは意外とありました。セカンドストリート飯島店、ここ、さっきのマンサイドの近くですね。無料駐車場があって、雑貨が多くて古着は一部でしたが、ここではナインティーズのアメリカ製リーバイス501を購入しました。次がハードオフオフハウス秋田店です。2階建ての店舗ですね。そんなに古着は多くなかったです。次、セカンドストリート秋田新国道店、古着ちょっと多めの、いいお店でした。ヴィンテージが、あるわけではないんですけど、秋田のセカンドストリートの中では古着服に力を入れてるお店かなというような印象でした。メンズ多めです。次、ブックオフプラスドンキホーテ秋田店、ドンキホーテに併設してるブックオフプラスっていうのを私は初めて見たんですけど、なんかあのドンキの横にあると、すごいあのドンキの装飾ポップとかのなんか雰囲気に押され気味のブックオフプラスのなんかそのフロアの雰囲気がちょっと面白かったですね。駐車場無料であります。思ったほど広くなかったんですね。なんかあのブックオフスーパーバザールみたいのも想像していったんですけど、意外と広くなかったものの、結構在庫は多くって、秋田市の中では古着が 多いところだったかなと思います。210円コーナーとかもあるので見応えはありますね。ここであのブラジル産のリーバイスを初めて見ました。次が、セカンドストリート、なんて読むのかな、これ茨島、すみません、ちょっと読めないんですが、茨島
店ですね、秋田の中だと結構南の方です。駐車場あります、そんなに大きくない店舗なんですけど、リリースの古着が多かったですね。で近くに、古着屋チキチキバンバンっていうのがネットで出てきたんですけども、現在は閉店をしているようです、ブーメランっていう古着屋さんも出てきたんですけど、ここも今多分休業っぽいのか、ちょっと営業状況不明でした。次、オフハウス秋田広表店ですね。これ広表って私最初読めなかったんで今調べました、オフハウス帯オフハードオフ併設店で、すごい広かったです。多分秋田市内だと一番広いリサイクルショップになるのかなと思うんです。楽器すごい多かったですね。エフェクターもかなりたくさん売ってました。古着はレディースが非常に多かったです。次、すぐ近くにあるセカンドストリート広表店です。ちょっとなんか駐車場がボコボコして止めにくかったんですけど、そんなに広い店舗ではなく、そんなに古着もここは多くはなかったです。そんな感じで、秋田の古着屋さんを一通り回ってきました。セカンドストリート多かったので見るのは面白かったですね、ぜひご参考になれば幸いです。もしくはまた面白い古着屋さんとかをご存知の方、ぜひコメント等で教えていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。